はい、え知られ、知られざる、え歴史上の人物、安井虎太の、え生涯に迫っております。続編です。はい、この安井虎太なんですが、え江戸から、え起業いたしまして、え長岡藩の牧野家の家老、河井嗣之助の方に、えぇ、使えました。はい、え河井嗣之助は、えま様々な、え改革を、 反政改革を行っております。ただ、えー、時代はもう幕末でしたので、えー、平成改革の方にも取り組んでおりますはいえー、と当時の藩はとていうかあのー、もう江戸時代っていうのは長い間、えー、平和な時代でしたので、えー、かなり、えーえー、武器とか え、科学技術の面で大変、え、遅れておりました。え、その遅れを取り戻すために、え、最新式の、え、重機を、え、揃えまして、え、平成改革に、え、河合津群之助取り組んでおります。え、平成は、え、フランス式に改革、もう日本式の、え、遅れた改革ではダメだということで、フランス式に改革しております。で、え、当時、最新の兵器であった、え、ミニエージュ、 ええ、これ、あの、まあ、これを購入するためには、え財政を好転させなければいけない、また、先ほど、ちらっと言いましたけども、犯行の調度品などは、売却したというふうに言われておりますが、えこういった、その、犯、それから犯人を守るために、え、 費用をを出しして平成改革をしたということです、えー、このミニエージューって書いてますけど、このミニエージューっていうのは何かなっていうことなんですが、これは、重、え、心、ー、にライフルリングが刻み込まれている銃、いわゆる、えー、ただの鉄砲ではなくライフル銃 <laughs> ということです、えー。このライフルリングが、えー、ありますと、えー、弾道が安定するそうです。 で、射程距離も、えー、こちら、えー、調べまして約270メートルと書いてますけども、えー、大変射程距離も伸びると、えー、武器として殺傷、えー、能力が非常に高まるということですね。で、えー、これに比べて、えー、旧式のゲベール銃というのは、射程距離は当時、えー、まあ平均しても約90メートルぐらいしかなかったというふうに言われております。だからもう、 どちらを購入するかというのはこれはもう圧倒的な差があったわけです <coughs> また次に、えー、このガトリング法なんですが、えー、このガトリング法は何かなっていうことなんですがこれは、えー、アメリカ合衆国で開発された、えー、世界で最初の機関銃だそうですで当時、えー、日本には、えー、ガトリング法というのは、えー、3問しか存在しませんでしたそのうちの2問は え、長岡藩、河合津群之助が購入したというふうに言われております。え、近代兵器の活躍により、後に起こります、長岡藩と、え、明治新政府軍との戦い、北越戦争は、戊辰戦争の中で一番の激戦になったというふうに言われております。え、両者の、え、武器の差というのが、え、それほどなく、え、ないがために、え、大変、 激、えー、激しいい戦になったととうことで,す、えー、で、す何が言いたいかと言いますと、トラタは、この河合嗣之助の平成改革から科学技術の重要性を身につけたと。河合嗣之助は常に科学技術の重要性というのを 着眼して平成科学を取り組んだと。その教え子ですから、科学技術の力というのを過小評価することなく、トラタは今後、大人になって、明治時代に活躍するということを言いたいです。また、トラタの活躍は次の動画で話したいと思います。